村上和彦は、日本のテレビプロデューサー、テレビディレクター。日本テレビ放送網制作局、専門部長として、同局のバラエティ番組の演出、プロデュースを手掛け、2014年からフリーディレクターとして活動している。神奈川県小田原市出身。小田原市長の加藤健一とは、神奈川県立小田原高等学校の山岳部時代に、一緒にインターハイに出た間柄。筑波大学第二学軍比較文化学類卒業後、1988年に日本テレビに入社。編成本部、スポーツ局同、制作局編成局情報センター情報、エンタテインメント局所属を経て、2011年1月より現職。2004年まで、高橋正宏チーフプロデューサー、2008年6月末までに、姓、橋正人、福地聡チーフプロデューサー、2009年6月末までに、染井翔吾チーフプロデューサー、2010年末までは、鈴江秀樹チーフプロデューサーの番組に携わっていた。2011年1月からは、バラエティ局制作局バラエティセンターに移籍。安岡義郎チーフプロデューサーの担当する番組に携わる。ザ・サンデーの総合演出として、北朝鮮の飢餓、脱北問題を題材としていち早く取り上げる。また芸能コーナーやスポーツコーナーでは、バラエティ色を強く出して、全盛期には平均視聴率 15% 以上を獲得した。その後、スッキリ。では、加藤浩次、テリー伊藤のバラエティ色を前面に出して、視聴率を大幅に引き上げた。日本テレビの中では、情報番組の正当的な演出ができる人材で、あると同時に、エッジの立った企画、演出を次々に生み出す得意なクリエイターである。また、プロレスニュース、ザ・サンデーの野球コーナー、ブラックバラエティの野球モノマネとスポーツ関連ネタにも強いとされる。各担当番組ではマスコットキャラクターを作ることが多く、出演者の意図に反してキャラクターが勝手気ままに行動するという演出が恒例となっている。退職するまでは制作局専門部長だった。2014年7月31日にて、日本テレビを退職。フリーランスに転向する。2015年4月からは、テレビ東京系の朝番組、チャージ730の監修として、初めて他局番組のプロデュースを行う。2019年、京都造形芸術大学にて、客員教授と広報戦略室長に着任。KENJANS顧問、プロフィールページより、本人ツイッター7。31ツイート分2019年12月13日分本人ツイッター記事よりありがとうございます。